ちら 1008 ABC ラジオガチキン SOCO 走行と山崎よしみがお送りします。そちらはどこで何をしながら聞いてくれてるでしょうか。金曜夜10時20分を回っておりますが、今日は野球放送延長のため、はい、この時間からガチキンスタート、はい、さあ新年度新しい環境とかでいいスタート切れてるか、どうや友達できたか、まあ、できてなくても焦んなって。俺もなかなかね自分から喋るかけるタイプじゃなかったから、うん、友達できるのが遅かったんですけども、まあみんなどんなね新年度の新学期新学年新しい学校のスタート切ってるでしょうか。そんなメッセージも待っておりますが、はい、そういったこの新しい季節のスタートに背中を押してくれるアーティストから今日はスタートしようと思うんですけども、ファンキー加藤さんライブに行かせてもらいました。4月4日5日とグランキューブであったんですけども、俺は5日の日曜日の方に行かせてもらって、はい、このガチゲストにも来てくれたことあるので、初めてねあのソロになってからは初めて行ったんですよ、うん、ファンキーモンキーベイビーズは見たことあったんですけど、でこれめっちゃぶっちゃけた正直な話するけど、うん、俺はロック好きを公言してるやん。でやっぱバンドサウンドが結構好きなところが実はあるわけ。なんかバンド一丸となってロックしてるんだみたいなのが好きなのがライブの醍醐味だったりするんだけど、うん、あの加藤さんね、まあ、DJ スタイルの、ライブでね思ったのは、でもそういうのやっぱ関係ないなっていうか、この人の思い、うん、魂込めた歌っていうのはファンキーモンキーベイビーズ時代から一貫してるなって、やっぱみんなの背中を押したいんだ、応援ソングを書きたいんだっていうのがビシビシ伝わってきて、あーそうなんや、で面白くてね、うん、やっぱ熱いライブやなということをさらに体感して、終わった後に楽屋で挨拶させてもらって、はい、ガチキンという番組でお世話になった、あガチキン覚えてた、あの下ネタめっちゃ言えた番組というふうに覚えててくれてそうです、その通りです、ファーストキスの話をしてくれたあの番組です、続き待ってますよってまた行かせてもらいますなんていう話をしたんですけども、そんなファンキー加藤さんのこの新学年のスタートなんかにもふさわしい一曲からスタートしよう。やっぱここのサビとかね、うん、帰りに口ずさんでしまうね、それだけキャッチーなんですよね楽曲が、ということを改めて思いましたが、ファンキー加藤さんは4月20日はですね神戸国際会館国際ホールでのライブ決定してますが、チケットソールドアウト、そして7月19日20日大阪城ホールも決まりましたので、そちらなんかもね行ける子は行ってみてはどうでしょうか。1曲目ファンキー加藤輝けでスタートしました。ガチキンガチキン、今日もですね、はい、いろいろ企画をやっていこうと思ってるんですけど、4月10日金曜日、はい、10時25分を回っていきなりですがやってみようと思うのが、うん、抜き打ち調査、お前は本当にガチなのか、これを先週のエンディングで確か言いました、はい、みんなからやってほしい企画、引き続きこういうコーナーをねあのやってくれないかというような提案を選手募集したんですよ。そうですね、その中でね一人ガチリスがやっぱあのガチナンバー保持者とかに電話して、うん、本当にガチで聞いてるのかなんていうことをあの調査してほしいと、今までもやったことあるんですけども、はい、じゃあそこまで言うならやってみようじゃないか、そして提案した君にかけてみようじゃないかっていうことでね今ドキッとしたんじゃないですか、聞いてたらドキッとしてくれてたらええねんけ ど、 いいけど、ね、あの聞いてくれてなかったらいきなりこれ1回目家電です超俺がめちゃめちゃドキドキしてる、そうで加藤さんかける前からドキドキしてる、でスタジオからまた俺が実際にコールするガチコールなんで、はい、今ね電話受話器を手に取ります。おい聞いててくれてるかな、出てくれよ選手、読まれてるはずなんで、これ自分がね提案したことが実際にこうやって実現されるわけやから、はい、うん、それがガチキンです。家電なんで間違えないでくださいね。最後押します、はい、かけましただから10時いやまだ半前やからな、まだ若干早いですよ、ね、出てくれ、あれ聞いてないんかい、どの中、え、うわ、お父さんお母さんのパターン、あかん、ファイブコール、これ待ってる時が一番緊張する、これ出るまでかけとく？はい。あ、もしもし、大変夜分遅くに申し訳ございません。はい。こちら、あの、大阪朝日放送の ABC ラジオと申しますけれども。はい、どうも。あ、どうもです。え、あの、ガチキンの走行と言いますが。ああ。そちらは、ガチリスですかね？あの、息子ですね。息子？あ、私は、あの、父親なんですけど。あ、すいません、あの、お父さんごめんなさい、申し訳ございません。あの、息子さんからですね、
家に電話してきてほしいというようなですね、提案をいただいたんですけど、お父さん お声が若いの で、 そうです、ね、息子さんかと思ってしまいましたが、はい、あの息子さん今いらっしゃいますか。ちょっとしばらくお待ちください。すいません、申し訳ないです、はい、あ、よかかってきてんでって今呼ばれてるかな。ちょっとそうですね、ね、お父さん、でもお父さん声本当にお若いです ね、うん、なので俺一瞬そうかなって私も思いました。激しく息子で自分で言うなってツッコミかけたんやほんならお父さんやったんや。もしもし、まだちょっと。まだですね。あの焦りすぎですから。めっちゃ焦る、焦るって。はい、もしもし。もしもし。あ、もしもし。こちら1008 ABC ラジオガチキン。ああ。ああ、やないがな、おい。ガチネームは。あ、購買部長。購買部部長。よかった、出てくれて。ちょっと聞いててくれたか、今日。ああ、はい。でさ、あの、今、風呂に入ろうと思って。おい、なんでやねん。はい。今から始まるとこやんけ。すいません。そうやろ、だって先週聞いててくれた、うん、あ、はい、聞いてました。最後やで、はい、なんて言ってた、え、ガチナンバー保持者に、あ、はいはい、な、軒打ち調査をしたらどうで、いや、僕持ってないんで。そうやろ、はい、なんで購買部長はガチナンバー欲しいってけえへんの。あ、いや、うーん、もう、なんやろ、ほんで、あの、持ってる子だけにそんな調査させて、そんな甘いことあるかい提案してきた購買部部長からかけるよ。あ、はい、その前に、はい、国公立おめでとう合格。おめでとう。あ、ありがとうございます。風呂取ったな、はい、後期試験で受かった言うて、うん、ちゃんと呼んでるからな。 ありがとうございます。そうか、あの、なんで購買部部長ガチナンバーはなんかみんなが広めてるかどうか、広報活動を頑張ったり緊張感を持ってラジオ聞くようになるでしょうって一言かい今からお風呂入る。購買部部長にもその権利というかさ、やってもらわんと。ガチナンバーいらんのか。あ、いや、欲しいですよ。そうやろ、本当に、はい、ちょっともうじゃあこのガチコールで、うん、出てガチナンバー欲しい番号があったんか。あ、いや、ちょっと誕生日と同じが良かったんで。誕生日いつやねん。3月29です。3月29、1年後ぐらいになるから200、まだ265やからな。はい、ちょっとまだ時間かかりそうやから、265でこの記念にちょっともらってさ、はい、大学でも広めてくれよ。あ、わかりました。頼むわ。じゃあもうガチナンバー265番認定電話で認定初めて。お父さんに謝っといてな本当に。あと、これも電話つながった一人目やからさ、購買部部長の企画やし、はい、購買部部長こうやって電話つながった子には、はい、あるグッズ、今あの在庫があるグッズで欲しいものをあげるわ、はい、タオルかシャーペンかステッカーかトートバッグかとか、ファイルとか、ファイルどれが欲しい。トートバッグが欲しいです。とうとうトートバッグ持ってなかった。あ、持ってないです。ほら、とうとうトートバッグ送るから、はい、大学でも使ってや。はい、ありがとうございます。おう、じゃあ、はい、あの購買部部長これで切ると思うやろ。あ、切れへんから。あ、切れへん。このままちょっと聞いといて、今日のメニュー紹介を行っていくわ。はい、購買部部長、ごめんね、お付き合いください。あの4月から第3期に入ってるガチキンね、あの、はい、前半1時間半はどんな感じになったと思う。言ったよな、 なんか曲をこうガンガンかけていく感じで。その通り、音楽で突っ走ります。はい、あの先週もオープニングから聞いてくれた。あ、聞いてました。そうか、じゃあ俺たち何を目指してる。何を目指してる、もうどんなことをやりたい、イベントというか、うんうん、大きいイベント目標として言ったやん俺もう一回言っとくわ、はい、ガチフェス、ガチフェス、ガチフェスをやって、はい、購買部部長とかにも見に来てほしいね。はい、で、それが前半でね、突っ走って11時40分からの1時間半はリスナーと向き合う後半戦、はい、で実際にあのこうやってね、購買部長のメッセージなんかも先週読んだわけやけども、うん、今週もみんなからの、メッセージリクエストも募集してるんですが、リクエストはね、はい、これ最新のチャートに反映されるような最新のリクエストなんかも待ってます。はい、購買部長が好きなアーティストとかおる。僕はゆずが好きです。ゆずか、ゆずの、ま、最新曲がリリースされてた、そういう曲のリクエストなんかも待ってるし、はい、まあ、みんなからねメッセージ何でも OK なんですが、今日はこの購買部部長のように直接電話がかかってくる可能性、君にも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 あります。あります。なので、あ、このグッズ欲しかった、私のとこも電話してきてという子は必ず電話番号とともに、うん、あのメッセージ送ってください。はい、ただこの家電かけれんの10時台ぐらいかなっていう。ギリギリですね。11時台もまあギリいけるか。すごくドキドキしたけれども、はい、それでも OK だよっていう人は OK ですっていうふうに書いておいてもらった、うん、OK 絶対出ますからみたいなふうに書いておいてください。さあ、このね、チャートの1時間半は購買部長、先週聞いてみてどんな感想でしたか。あ、正直言うて今までのガチ券と比べて、うん、うん、
ええよ。いやー、うん、なんでしょうね、ちょっとコメントいいコメントが思い浮かばない。いいコメントがちょっと気遣ってくれてんねんな。まあそれ一回聞いただけでわからんから、今日も最後までもちろん聞いてくれるよな。はい、頼むで、1時まで。はい、そして今日はね、ガチゲストにアルバム二律背反をリリース中の伊藤貸太郎さん来てくれます。知ってる？いやあんまりよく知らない。よく知らないということはチャンスやんか、これ知れるチャンス、うん、はい、よかったね、生ゲストや、はい、来てくれてね、もういてはるわ。伊藤貸太郎さん、購買部長が知りませんでしたよ。お答えください。あとでじっくり。いやいや、改めて知ってもらう、このあのボカロ P とかからね、この歌手になってはる人や、はい、うん、なのでね、いろいろ、そういう話もじっくり聞こうと思うので、知らん子にもね自慢できるぐらいになれるんで、そのガチゲストのコーナーもしっかり聞いてください、はい、さあ、そしてガチキン公式応援団のガチナンバーは265番からでしたが、今ねもう強引に購買部長に認定したので、はい、今まで持ってなかったんから、あの持ったからにはほんまめっちゃな、紹介カードとか渡してや、どんどんね、うん、広めてほしいな。さあ、ではですね、はい、メールアドレスとか知ってる？購買部長。ガチキン、うん、アットマーク、あ、倉庫アットマーク、あ、倉庫、うん、abc1008.com、 .com、はい、言って言って、倉庫アットマーク abc1008.com です。そう、ファックス知ってる？ファックスは知らない。06-6451-1000番、はい、リピート、06-6451-1000番、はい。ありがとう、完璧でしたね、完璧。すいません、いやいや、購買部長が謝ること全然ない。こっちはちょっとお父さんに、あの息子さんいきなり呼んでくれて、本当にお父様には、はい、うん、でもこんなオープニングも、ね、やっていくかもしれないので、これも購買部長がそういう、ね、逆転してほしいというようなメッセージくれたからなので実現しました、はい、では今日も最後1時までよろしく頼むで、はい、聞いてね、もう一回するかもしらんぞ。ほんまに似てへんかどうか、はい、うん、まあ、とうとうトートバッグも送るんで楽しみにしておいてください、はい、これからもよろしくな、はい、うん、ありがとう、はい、ありがとうございます、よなんていうことで、はい、よかった、ちゃんと聞いててくれてよかった、いや、よかった、嬉しかったですね、先週も1時まで聞いててくれたから、うんうんうん、ね、まさかでもその流れでオープニングかかってくるとはということで、急いで階段降りてきてくれたのかもしれないですが、はい、お父さんもありがとうございました。ありがとうございます。というように、本当さっきも言いましたけども、ガチコールもありますし、このようにメール紹介した子、電話つながった子、最大10人にガチキングッズをプレゼントしますが、電話つながった子には選んでもらうようにしようかなと思うので、はい、ぜひぜひみんなも、チャレンジしてみてください。みんなからのね、メッセージ、そしてガチコール待ってますという子は電話番号とともに送ってください。ガチキン、今夜のガチゲスト、ABC ラジオガチキン、今夜のガチゲスト生登場で来ていただいております、伊藤貸太郎さんです。こんばんは。どうもこんばんは、はじめまして、伊藤貸太郎と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ちょっと今日はあの野球の関係で遅めのスタートになったんですが、はい、何でもその ABC ラジオずっと野球を聞いて待っててくれる。もうだからもう全然退屈しないで、野球がお好きということで。もう大好きです、野球が。ちなみに、はい、大阪だから言うわけじゃないですけど、阪神ファンで。あ、そうなんですね。そうなんです。伊藤貸太郎さん、どこの方なんですか？実は東京都足立区出身です。なのにがっつりですけれども、はい、そうですね。最近野球も見に行かれたと。行きました、東京ドームに巨人阪神戦見に行かせていただいて、はい、あすごい、ど忘れした、あのピッチャー、なんでど忘れしたんだろう。生放送ですからね。生放送怖いですね。勝った外国人の、ど忘れした、まあいいや、はい、すいません。そんな伊藤貸太郎さん、今日はですね、はい、あのトレードマークの狐のお面は普段はしてはらないん、はい、いや、はい、してて、はい、ライブの時だけ外して、ちょっと歌いづらいんですよ、こうしてると鼻が覆われちゃうので、でライブの時外して他も全部つけてるというような形でやらせていただいております。ライブではじゃあその素顔を見せてライブしてあるんですか？集大を晒しながら。集大ではめちゃくちゃ男前で。そんなことないです、そんなことないです。背も高いし、何センチぐらいあるんですか？180センチですね。180センチのスラッとしたね、はい、あの長身のすごい好青年っていう。いや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 、そんなそんな。まさに整った、はい、でもね、はい、こんなこと言ってくださるのこの番組だけですよ。いやいや、どこでも言われてるでしょ。言われてないです、本当に。仮面取ったら本当に。いや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 、逆にどんなキャラみたいな感じの扱いされるんですか？あ、でも僕はなんだろう、ひたすらあのね、本当に何も取り柄がない人間なので、真面目にやることだけが取り柄かなというふうに
思っております。そしていや、あの、はい、ブログとかでもね書かれてますが、はい、やはり唯一のと言いますか歌が、はい、大好きですねということですよね、はい、大好きです。抜群の歌唱力、うん、ありがとうございます。歌唱力お化けって資料に書いてあります。そうですね、まあ死んでるっていうことなんです。いやいやいや、それほどもうゴーストクラスの、なるほどね、はい、歌唱力をお持ちということなんですけど、ありがとうございます。で、あの、先ほどちょっと僕間違えてしまったんですが、ボカロ P の歌なんかをカバーされている歌い手さん、はい、あ、そうですね、あのニコニコ動画というところに、うん、あの投稿させていただいたり、僕自分でも、はい、あのボーカロイドを使った楽曲をプロ、あの、ね、ボカロ P としても、一応活動はしております。そうですね、たくさん、はい、あの作られてるんでボカロ P なのかなと思ってたら、はい、そういうね活動もしていると。そうですね、ちょこちょこさせていただいております。あの動画投稿サイト歌ってみたで、はい、カテゴリー今最も人気が上昇していると。うーん、どうなんでしょう、僕は自分ではわからないですね。あの、はい、自分でねこうやってあの歌手になろうと思ったらですね、バンドだったらライブハウスを目指すとかね、はい、あとシンガーソングライターの方どうなんでしょう、デモテープ送ったりとか、はい、なんかオーディション受けたりとか、はい、この歌ってみたに投稿してみようというか、はい、こう思ったきっかけっていうのは何だったんですか。これはですね、僕もずっとバンドをやっておりまして。あ、そうなんですよ。そうなんですよ。で、初めてバンドを組んだ仲間が、いたんですよ。で、その初めて組んだバンドは1年以内に解散してしまって、で、両方とも別々のバンドで活動してたんですね、うん、で、僕のバンドが解散しちゃったんですよ、うん、で、その時に そいつからね連絡かかってきて、お前、ま、何やってんの、あ、音楽やってる、お前何やってんの、うん、俺も音楽やってんだって言われて、でも俺ね解散しちゃったんだバンド、俺のバンドも解散した、じゃあちょっと久しぶりに会って何かできるんじゃないかって言ってお会いして、なんか動画投稿サイトちょっとやったらいいんじゃないの、やってみようかなって、そういう本当に何も知らなかった状態から始めたっていうような感じだったんですね。そうなんですね。もう僕の勝手なイメージですけど、すごくあの、コンピューターに詳しくて、そう打ち込みとかで、あのネットを駆使して、よし俺もこの動画投稿サイトから、はい、なんか行ってやるぜっていうのは綿密な計画と言いますか、うん、全然ですね。僕今でもそうなんですけど、パソコン多分この3人の中で一番使えないかもしれない。どれぐらいのことできる。インターネットですね。ネットサーフィンぐらい。ネットサーフィンは得意です。お、得意。あのリンク貼ってるの見ていくだけですけど。そうですね、これに興味があるかまで向こうが進めてくれますからね。そうですね、あの、はい、すごいいい世界だなって。意外。そうです、僕は本当に使えないんですよ。自分でも生放送とかするんですけれども、はい、例えば設定が分からなくて、他のみんなできるんですよ。エコーをかけたり、歌を歌うときにエコーをかけたりとかできるんですけど、僕は未だにできないです。あのバンドはいつ学生時代やってあったんですか。もうずっとやってました。お、はい、何年ぐらい。これはですね、まあ、ちょっと伊藤貸太郎っていう名前からして、うん、あの新選組の大使なんですよ。で、死んだのは180年前なので、僕の年齢180ってことになってもちょっとなかなか難しいんですよね。伊藤貸太郎さんっていうのは新選組に。そうなんですよ。この感じですか。いや、それがですね、歌詞のところリリックじゃなくて、はい、甲子園の甲子っていう字で伊藤貸太郎っていう風になってるんですよ、はい、その新選組大使一番誰が好きなんだって言われた時に、うん、あ、僕は伊藤貸太郎が好きだね、じゃあお前歌うんだから貸太郎の歌詞をリリックの歌詞に変えて活動しようよ、あ、いいねって言って、あ、そういう、はい、僕伊藤太郎さんで、はい、あの歌詞も書くから歌詞真ん中にミドルネーム的に。あー、なるほど、伊藤太郎。そうですね、いそうな名前ですもんね。そうなんです。あの山田太郎みたいな。伊藤太郎じゃ普通すぎるだろう。そうですね、リックも書くし、はい、歌詞入れとこうよみたいなこと思ったら違う。そうですね、新選組から来てるんですよね。なるほど、はい、いるということですが、じゃあ、はい、あの作曲とかは何を使ってやりはるんですか。もう僕は、コンピューターもう、そうなんですよ、はい、ボーカロイドって言ったら DTM ってデスクトップミュージック、はい、パソコンで全ての音を打ち込んで作るものなんですけど、はい、僕の作曲方法は、うん、もう完全にアコースティックギターラララで、あの弾きながら一発撮りしたものをアレンジメントしていくっていうような、もうスーパーアナログな方法でやらせていただいております。そうなんですね、うん、はい、それがこんだけこうデジタルな感じになるんだっていうふうに、はい、もう思いました。あ、でもそう言われたら、はい、親愛なるフランツカフカに捧ぐとかは、はい、あのちょっとアコースティック風ですね、うんうん、から始まりますね。はい、アコースティックギターから始まるので、ね、はい、そういう楽曲もあるけど、でも、うん、そのアッパーのドラムから始まって絶対、うん、俺コンピューター駆使して、はい、私もそうだと思ってました。本当ですか。なんかたまにピアノとかの、ね、曲もあったりとかするから、どうなんだろうとか思いながら、いろんなものされるのかなって思って。本当に使えないんですよ。本当にダメなんですよ、コンピューターというものが、うん、あの慣れ親しんでないし、未だに
頑張ってるんですけどね、糸化粧なんてもう3年経つんですけど、はい、ちょっとは良くなるかなと思ったんですけど、未だに今一番得意なのインターネットですね。あ、そうなんですねでも多分今聞いてくれてる学生の子たちはびっくりしてる子もいるんじゃないかなって思うんですけども、はい、なのでコンピューターに、はい、あの弱くてもこのようにネットの世界でも活躍できるっていうような、そうですね、もうあのね、とひたすら一生懸命やることなんじゃないかって思います、はい、うん、本当に一生懸命やった結果が4月8日にセカンドアルバム二律廃反をリリースされました。ありがとうございます。ありがとうございます。1年2ヶ月ぶりのリリースで、はい、こちらにはね、ガチネームゆい、二律廃反の I can't stop falling in love、 ありがとう、とても可愛い恋愛曲でした、ありがとう、とても良かったです。そこで歌詞さんでいいんですかね、はい、恋愛体験談を教えてくださいというのも来てますが、実はですね、はい、僕本当に恋愛の経験がもうないんですよ。またまたそんな、なんでですか、そういうキャラですか、なんでやねん猫ならぬ狐をかぶってますか。いやいや、そんなことないですよ。そんなことないですか。本当に僕はね、経験がないですから。この顔でバンドもやってて、そうですよ、モテないわけがない。いや本当、あの180身長あって、むしろですね、はい、あのこう言っちゃなんですけど結構苦手だったりするんですよ。女性が怖かったりとかするのは本当にそうなんですよ、うんうん、じゃあ、 あのこういう歌詞は想像だったり、はい、妄想だったり、いや、なんだろう、うん、自分の心の中に、僕の場合そのオリジナル曲って、はい、自分の心の中にあるメロディーと言葉しか、うん、あの出してくることができないってことがよく分かったんですよ、今回、アルバムを作ってみて、うん、だからもう本当心の中をさらけ出すっていうのが僕のオリジナル曲なので、うん、歌詞を書いたりメロディーを書いて、あ、自分ってこんなことを思ってるんだっていうふうに驚かされることっていうのはすごくあって、新たに自分を発見する、そうそう、あのだから本当にこの二律廃反っていうアルバムを作って、うん、僕は自分に向き合うことができた、うん、だからなんか作った後に僕は深く自分を知ることができたっていういい話にして終わってもらっていい話でまとめましたけど、ありがとうございます。全部で15曲入ってまして、はい、そのご自身の楽曲が今回は増えている感じですかね。そうなんです、はい、これは僕にとってはもう大幅なチャレンジです、うんうん、はい、そんなチャレンジしたアルバムからでは1曲聴いてもらいたいと思いますので曲紹介の方お願いします、はいはい、二律廃反よりパラボラガリレオの夢。伊藤歌詞太郎さんアルバムですね、二律廃反の中の1曲パラボラガリレオの夢、はい、聴いてもらってますけど、ありがとうございます。伊藤さんが作詞作曲、はい、されてる曲なんですけど、はい、他にもね作詞作曲されてる曲がたくさん入ってますが、はい、あの見てるとやっぱ文学的というか好きなんですか。わーバレちゃいましたか。やっぱ、ね、僕本大好きですね、はいはい、フランツカフカが出てきたりとかね、はい、変身の作者ですね、そういうのも出てきますし、はい、そしてね初回限定版に入ってる歌詞太郎新聞、はい、これがめちゃめちゃおもろい。本当ですか。ほんであのやっぱすごく文学が好きなのかなんかいろんなことに詳しい人なんだなっていう。大好きなんですよ。明治神宮の謎とかも俺はそうなんやとか。そうなんですよ。そういうことで、はい、祭られ方がこう入り口から曲がっててとかなのかとか。そうなんですよ。あとねパンケーキとラーメンのね、はい、なんか起きるみたいな。パンケーキとね何よくあの女性ってパンケーキ大好きじゃないですか、うん、で、うん、パンケーキのために2時間並ぶとかっていうのを男性がなんでやねんと、うん、おかしいやろっていうふうに言う人多いんですけど、うん、僕は逆の立場で考えてみようと思って、ああ僕らラーメンに2時間並ぶこともあるわけですよ、うん、でも女性からしたらそれは なんでラーメンなんかに、つまりその価値観をちょっと変えたら、うん、そのなんか溝みたいなのもあるのかなっていうようなことを考えたのを書いたんですよね。これもびっちり書いてあるから新聞読んで、はい、面白い。ありがとうございます。持ち歩き、はい、ありがとうございます。で俺はこれ読んでたからこの曲かかってる間にちょっと苦手な女性のタイプみたいなのをね、そうそうそう、さっきあの実はオフで聞いてたんですよ、はい、聞いてました。そしたらやっぱそのあこういううわパンケーキなんか美味しそうとかわざと女子力をこう、はい、アピールするような、はい、そうですね、本当にパンケーキが好きだったらいいんですよ、うん、でもパンケーキが好きって言ってたら、うん、私モテるんじゃないかって思ってる女性は僕はすごく苦手なんですよね子供であったり動物であったりもそうなんですよ。これ言ったらモテるんちゃうかみたいなのが見えると嫌だというような話、すごくね見えるとあの苦手なんですよ、ね、そういうオフで言ってたことも実は言ってもらうのがこのガチキンだったりしますよ。ガチで言わないとダメですからね。そうなんですよ、はい、ブログでなんか油断しました。そうなんですよ、はい、ブログでねあの、はい、どのラジオでも同じようなこと言ってるかな言ってたから、はい、ここだけで違う話を、はい、うわー引き出されたさすが祖母さんさすがですね。いやおめでとうございます。ちょっとでもしゃべりやすいですよ言ってもらえればはい。ということでいろいろなお話聞きたいんですけど、はい、あと一個ねその最後締めくくる僕だけのロックスター、はい、これがバンドやってはったということで僕つながったんですけど、うんはい、あの
カシタロウさんにとってのロックスターってどういう方なんですか？はい、僕はですね、うん、ロックっていうものは音楽のジャンルじゃないと思ってるんですよ。何度考えてもロックってなんだなんだって思っちゃって、うん、ってなった時にもはや、あ、今流れてる、もはやですね、はい、ジャンルではなく生き様なんじゃないかなって、うん、いや、そう、絶対そうですね。そうですよね、うん、だから100人いたら100通りのロックがある、うん、だそれぞれのロックっていうものがあるべきだっていうふうに思ってて、うん、じゃあ僕にとってのロックっていうのは、うん、もう歌がたまらなく好きな人間っていうのがロックスターだと僕は思ってるんで、うん、僕は世界で一番のロックスターになりたいんですよ。なるほど。世界で一番歌が好きな人間になりたいっていうふうに思ってて、うん、もう日々歌のことを一生懸命考えて、僕ほんとさっきも言った通りもう真面目しか取りがないんで、うん、もう一生懸命これから先ももう近道なんてないっていうふうに思いながら、遠回りしてもいいから、うん、目標に向かって一歩一歩やっていきたいなというふうに思ってます。熱い、ありがとうございます。ロックロックです、はい、はい、僕も思いましたけども、いや、ぜひね、そういう、ライブなんかでもねそれを体験してほしいんですが、はい、残念ながら5月13日、はい、横浜からスタートする全国ワンマンライブツアー、はい、技が、はい、全てソールドアウト。なんでしょうかね、大阪のナンバーハッチというね、ロックスターが埋めるのも苦労するようなところが、もうソールドアウト。もうありがたいですけど、僕は当日まで油断しないようにというか、本当にお客さんがいるって思って油断しちゃうかもしれないので、うん、見るまでは信じないようにというか、本当に自分なんかにそんなにお客さんが来るとは思ってないんですよ、うん、僕の歌って価値がないものだと思ってて、いや、うん、ただそこに例えばカシタロウさんの歌を聞いて、うん、元気になりましたとか受験乗り切れましたっていうような価値をつけてもらってると思ってるんですよ、うん、その当日に本当にそんな人が集まってくれるかどうかってことはまだ僕は思わないように考えないようにしようかなと思ってます、うん、やっぱバンドもやってはっただけにそういうライブハウスでお客さんがいっぱいになるって相当すごいことだっていうのもね、もう奇跡だと思ってます、うん、一人のお客さんが新しく来てくれるっていうことは、うん、でも実際にこうやってソールドアウトしてるわけですから、それだけのね、歌の実力が、ね、楽曲の魅力があるということだと思いますんで、うんうん、頑張ります。ぜひね、今後もライブなんか見れるチャンスをどんどん増やしていってほしいなというふうに思います、はい、ありがとうございます。それではですね、最後になりますけれども、はい、大阪のファンの方や今初めて知ったリスナーの、はい、みんなにですねメッセージなどいただけますでしょうか。はい、大阪はですねもういろんなライブイベントでですねもう何度も何度も来ていて、でライブってやっぱり自分だけじゃできないんですよ。もちろんうん、バンドもいるし自分もいるって意味もあるんですけど、お客さんが一緒に手拍子とか笑顔だったりとか、もう本当に、ね、こっち側ステージに立ってる側からしたらお客さんが笑顔だともう嬉しくて、でもっといい歌が歌えるんですよ。でそういうキャッチボールでライブって成り立ってると思うので、うん、本当にお世話になってるなっていうことを毎回毎回思ってライブを終えてるんですね。なのでですねこちらは、本当に皆さんにありがとうというふうに伝えたいなというふうに思っております。ありがとうございます。ぜひですねみんなもそのね、はい、実際のライブなんか見れる機会に行ってほしいと思いますし、はい、この二律背反手に入れてじっくり聞き込んでください、はい、今夜のガチゲストニューアルバム二律背反をリリース中の伊藤カシタロウさん生登場で来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ガチキンガチキンをお聞きの皆さんこんばんは。 We are ナンバーワンカラットのリサとリナです。よろしくお願いします。はい、私たちカラットはですね、はい、DJ が1人とダンスボーカル4人で活動している DJ& ダンスボーカルユニットです。はい、そんな私たちカラットは4月1日にメジャーデビューシングル、はい、ハートブレイクをリリースしました。はい、皆さんのおかげです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、この曲はですねとてもアップテンポなんですが歌詞はすごく前向きで、すごい勇気をもらえる曲なので皆さん歌詞にも注目して聴いていただきたいです、うん、はい、そして特典にですね、はい、DVD の方がついてるんですけども、はい、こちら本当にねカラット初めて見たよっていう方とかも自己紹介 DVD みたいな感じになってるので、うんうんうん、今まで知ってくれてる方も、はい、初めて見たよっていう方も一目でカラットのこと分かるような DVD になってるんじゃないかなと思いますよね。はい、そして4月11日の土曜日お昼の2時からと夕方の4時からリリース記念ミニライブ握手会イベントがあります。場所は阪急西宮ガーデンズの4階スカイガーデンこの葉のステージです。皆さんぜひそちらも遊びに来てください。
よろしくお願いします。はい、そしてうちのメンバーの DJ モナが出演いたします。マハラジャ大阪で同じ日ですね、はい、4月11日土曜日夜の7時から DJ で出演いたしますので、そちらもねぜひぜひ行っていただければ嬉しいなと思います。はい、では最後に私たちカラトの曲を聴いてください。4月1日発売のメジャーデビューシングルカラトでハートブレイク。以上、カラトのリサとリナでした。ありがとうございました。カラトもコメントくれてましたが、その前に伊藤貸し太郎さん、はい、めっちゃええ人で、いや本当にね、あっちゅう間に時間過ぎてしまいましたがまだまだ話聞いときたい。写真は残念ながら狐のお面つけてありますが、はい、ブログなんかもね見てほしいですし、素顔が見たい子はぜひライブ行ってください、うん、ライブと言いましたら週末4月11日にねミニライブと握手会を行うのがメジャーデビューしたカラット女性5人組で、はい、ハートブレイクメジャーデビューシングルをお送りしました。ガチキン幸せになりたい。4月8日にリリースされた弾き語りカバーアルバムたまりくより元気を出してですが、すごくいい曲ですけれどもね、はい、3月の28日に最終回を迎えたラジオ番組福山雅治のオールナイトニッポンサタデースペシャル魂のラジオのコーナーで披露された楽曲が収録されています。はい、銭形平次とかも入っててええと思ったりしますけどもね。そうなんですよ、この間もヘイヘイヘイって言ってましたけどね、銭形平次が必ず朝目覚めたら福山さんの頭には流れてる。ああ、そうなんや、意外意外。さあではですね、ちょっとねこの福山雅治さんの楽曲に乗りながら、このチャートに関するですねちょっと企画なんかもくれた子に逆伝してみちゃいますか。出て出てくれ、また家伝やねほんで本日2回目、もろもろ時間が迫ってきているな、間違えずに押したはず、出てくれ。高校生になったという兵庫県神戸市、大変夜分遅くにすいません。あ、まだ鳴ってるやん鳴ってるパターン、めっちゃ恥ずかしい。もしもし。もしもし、大変やも遅くに。時岡空母です。時岡空母、母母、ちょっとラジオ絞ってもらっていいですか。はい、お待ちください。よかった。はい。空母出てくれた。空母ってもう友達みたいになってるけど。いや、なんかほっとしましたね。時岡空のお母さん、空母と俺呼んでおりますが、もしもし、はい。変わりました。あ、変わったか。はい、時岡空、須磨学園高校、高一。はい。ガチナンバーは、ガチナンバー221です。高校生なってんな。はい、これは受験やったっけ。あ、受験じゃなくて中高か。はい、中高一貫で。さあ、あの時岡空、先週聞いててくれたか。はい、どうやった、あの生まれ変わったガチキン、どう思う正直。あ、なんか今までとはまた違う雰囲気で、うん、なんかありかなみたいな。お、ええやつやな。よかった。サンキュー。そしてガチキンヒットチャートの1位を当てたら、あの抽選で1人に番組グッズプレゼントという企画くれてたな。はい、その企画の、メッセージ4段聞いててくれた。あ、はい、聞きました。お、そうか、それで早速電話したで。はい、じゃあ時岡空今週の最新ヒットチャート、はい、今まで聞いてたな。はい、第1位は誰と思う。いや、第1位、おう、今日結構バラエティに飛んでるからね。バラエティに飛んでたけどすごい予想しづらい。予想しづらいよな。これはもう勘でというか、おう、このアーティストが1位やったら嬉しいなぐらい。アーティストだけでもいいわ、うんうん、アーティストだけど、うん、ハロプロのアイドル。ハロプロ難しいな。ジュースジュースが第1位でした。残念やったけど、でも時岡さんら企画くれて電話つないだから、グッズプレゼントするわ、はい、何がいい、はい、グッズ、うん、なんか送るわ。トートバッグか。トートバッグ。トートバッグ。はい。お、トートバッグ送るんでありがとうな。はい。今週の1位、ジュースジュース、ワンダフルワールド。はい。ダブル A サイドシングル、ワンダフルワールド、サバサバ、という風なね、うん、曲だったんですけども。ジュースジュースが1位はちょっと難しいん違う？うん、なかなか読めなかったですね。ね、あの、とうとうトートバッグでよかったかな。もしまたあの違うのがあれやったら、時岡空もね、メールしてほしいんですが、このように今日はあの、はい、電話もどんどんしていくので、みんなもね、電話番号とともに、
こんなこと喋りたいから直談判したいからかけてきてくれなんていうメッセージをまだまだ待っております、はい、11時台後半からがみんなと向き合うようなツートーンのね、はい、もう一方の色のガチキンをお送りしていきますんで、はい、メール言っておきましょうか、ねはい、メールは倉庫アットマーク abc1008.com ファックスは0664511-1000番です。今週剛力彩芽ちゃんアルバムリリースしたの入ってへんやん。めっちゃ来週以降はどうなるか分かりませんよ。なるか分かりませんの で、ねまあ、ガチキンの最新のヒットチャートでした。さあ後半にはね倉庫知心もあるのでお楽しみに。あのね今乗ってるバンドを特集します。この後はジャニーズ WEST の男前を目指せ。それでは今日もジャニーズ WEST のみんなよろしく。ツートーンスタイルのガチキン、はい、第3期はそんな感じでお送りしていこうと思ってまして、はい、後半戦はややゆったりめにね、うん、みんなともっと交流してつながっていってね向き合おうと思っていますので、メッセージもたくさん送ってください。今日は、まあ、ちょっと深夜深い時間になるけどガチコール電話かけてきてほしい子は電話希望というふうに添えて電話番号とともにね送ってください。家でんですけど絶対出ますからとかいう風に書いて送ってくれたらかけてみようかなとか思うかもしれません。そうですね。であのメッセージ読まれた子と電話出てくれた子にはもう何がいいかねグッズなんかも選んでもらおうと、はい、あるものになりますけどトートバッグとオリオリオリオタオルとそこそこカラーのシャーペンシルとどこに貼るのかステッカーとクリアじゃないクリアじゃないファイルもややあるということですが、はい、先ほど電話したいきなりトップの購買部長が八尾市18歳ね、うん、さっきすいませんでしたと謝らんでって。いや全然全然言い訳になりますが実は現在新刊シーズン、うん、新刊コンパとか、歓迎会とかなんかなコンパではないかで、家に帰ってきたんがもうほんま10時過ぎで、あちょうど野球が延長になってそしたら最初から聞けたっていうことか。プロに入りながらゆっくりガチキンを聞こうと思ってたところに電話がかかってきたというわけです。え、ほんならバスタオルとか下に巻いて寒い中来てくれたんかな。なんかそれとも T シャツぐらいは羽織ってきたのか、ね、自分でもびっくりして頭真っ白になってしまいました。どうもお聞き苦しいところをお聞かせしてしまい申し訳ないです。気遣いすぎこっちのが気遣うことやから大丈夫で、他のリスナーの皆さんにはいい反面教師になったのではないでしょうなんでやねん、あれがなんかガチな、ね、感じがして良かったですよね。対応やんか。逆に本当に何回も言うけどお父さんにも謝っといてください。さあこちらかなえ&りょうすけ、リニューアルしたガチキンいいですね笑い、いろんな音楽のこと知りたいのでとっても嬉しいです、かっこ笑いとくれてます ね、 ですね、タオル欲しいですなんていう風にくれていますが、うん、いろんな音楽この後倉庫知心というコーナーで今日はね今もう人気急上昇のカナブーンなんかのルーツも探ろうと思っているのでお楽しみに。カナエ&リョウスケは確か就職してんな、どうや就職先は元気にやれてるか、なんかみんなが優しすぎてどうしようかなみたいなメッセージくれていました。あみんなねメッセージくれてるのは俺全部読んでるんでなかなか放送でね紹介できなくても、タオル欲しいか、まあ今日は電話でやったらあげるって言ってたけど就職祝いに、そうですよ、カナエ&リョウスケはもう第一期からずっと聞いてくれてて、もう走行もね解禁証拠とかでくれてたから、ではねオリオリオリオタオルプレゼント、おりおり流れへんのかいここでは流れないですね、もう第3期になってから聞いてないですねあのジングル、おりおりおりたまには聞きたいなみたいなね、はいプレゼント、はい、もう1枚いこうかな、こちら兵庫県尼崎市17歳ガチネームアラカンゾーンガチナンバー86、こんばんは、10センチ以上髪を切ったアラカンゾーンです。え10センチ以上、おお、ね、だいぶめちゃしたな、変わるよ、だいぶ変わるよね、だいぶ変わりますよ、うん、心境の変化が何かあったんですかね、うん、ええやんけ、ね、春から夏にかけて短くしてみるのもいいと思います、うん、学校始まりましてクラスのメンバー1人減って担任は同じなので全く新鮮味がないです、笑い、そうそうヨシミンの新ポスター見てきましたよ、お、あの角度から見ると今度ドラマの主演される木村
文野さん、はい、に似てる気がします。まあやだ、すごく嬉しい。その褒め言葉、褒め言葉ですよね。そう、褒め言葉です、はい、俺が前から木村文乃似てるって言ってるけど、はい、うん、でもみんなよく聞いて、木村文乃さんが吉見に似てるからね。吉見の方が、ごめんなさいね、私の方が上なんですよ。吉見の方が先にね生まれてる、この顔で先に世の中出てきてるわけですから、はい、向こうが、まあ、向こうの方が先メジャーになっちゃいましたけどね。吉見に寄せてる、寄せてはないか、まあ、似てるのかもしれませんが、ちょっと私がだんだん寄せていきますよ、はい、西北で吉見も見つけて一人テンション上がりましたなんていう風にね、結構いろんな看板を見てくれてるということですが、まだちょっと時間いけます。はい、俺あのこの学校始まってクラスのメンバーが一人変わってみたいな、メッセージから思い出してんけど、うん、俺めっちゃ気になる子が一人おんねん。誰ですか？あのみんなもヤフーニュースのトップページなんかにも載ってたから見たかもしれないけど、あの山形県立鶴岡北高の、生徒でたった一人だけの男子が入学したということでね、創立118年で初めてやねんって。え、今まで女子校やってん。あ、はい、ね、あの教学科になって昨年から募集してんけど男子の受け入れ、でも昨年来なくて、うん、今年一人だけ来て、その159人のセーラー服の中に一人学ランの男の子の背中が映ってんねんけど、あ、目立つ背中だけ見ただけで、うん、この子大丈夫かなってこんなことある？え、見たいです。あるんですか？いや、あのトップページに載ってたんですけどね、へー。この高校は明治30年に鶴岡高等女学校として創立した、あの歴史ある高校で、でさ、一人しか応募なかったわけないと思うねんけど、うん、校長はね、自分なりの価値観や他者への想像力を持ち、お互いの違いを受け入れながら豊かな人間関係を築いていってほしいと激励した、うん、そうなんですけど、はい、他者多すぎません？まあね、でも男女で言うとね、1対159やで。男女で言うとそれはまあそうなんですけど、すぐ仲良くなれるんじゃないですか？いやいや、あの、いや分からないけどね、女の160人おる中に掘り込まれるって、あのちょっと最初は羨ましいかなと思うけど、絶対トイレとかもこの子だけが使うために男子用もね作られて、先生と一緒とかね、そんな感じなんでしょうね多分。ああ、いや、この山形県立鶴岡北高のこの男子、私の親戚ですとか友達の友達の友達ですとかおれへんから、あ、繋がってたら面白いラジコで聞いててなえ、私その子知ってるかもみたいな俺めっちゃどんなんか喋りたいわ。ああ、どうなんていう、どんな気分っていうか、大丈夫続きそうかって、俺応援してるからね。でもこの子もびっくりしたでしょうね多分ね、本当に当日、え僕一人っすか言ってなる、マジっすかっていう、いや、まあ、入試の時からおかしいな思ってたんですけどまさかの一人っすかってなってるのか、ちょっとこんな気になったインターネットのニュースなんかも挟んでみたのが第3期ガチキン、新しくなったよ新しいのか、いやほんまに気になって、はい、うん、でもそういうね、うん、今年から女子も受け入れて男子も受け入れてっていうの似たようなケースはあるのかもしれませんが、うん、まあ、みんなもあの新学期や新しい環境になってこんなことあったというメッセージでもいいし、直接電話で喋ってね、こういうことをアピールしたいとかいうのもガチコール OK なんで、はい、どんどんとメッセージ送ってください、はい、メールは soco@abc1008.com soco@abc1008.com、 ファックスは 06-6451-1000 番です。はい、電話に出たい子は電話番号を絶対忘れないようにしてください。ガチキン、ガチキン、走行地震。古いものを尋ね、新しい事柄を知るという意味のことわざ、音古地震の音楽的バージョンとでも言いましょうか、誕生したこのコーナー、走行地震。早くも今夜で2回目となりましたという原稿を書いてますが、はい、そらそやろ。リニューアルして2回目です。早くもっていうのかおかしない。2回目なんですけども、まあまあまあ、前回はちょっと1回目だったんで、俺走行の音楽のルーツを紐解いて、さらにね、どういう人間なのか分かってもらおうというきっかけにしてもらいたかったんですけど、はい、よしみ、うん、先週聞いて分かりました。俺分かった気がする。全然分かってないように目上向いてたな。分かった
った。まあまあまあ。あのね、いろんな部分見てるから分かってる気がする。分かる？あの、一個重要なのは、パンクである前に、ポップ。そこです。あ、そうですね。そこ覚えてください。そうそう、ポップです。そのマイケル・ジャクソンとかのくだり話してたでしょ、うん、80s のキラキラしたポップ、はい、だから僕可愛いの好きですよね、多分可愛い、あの可愛いっていうかこう本当にポップな感じのそうや、だから言ってるやんけそのなんていうかゴリゴリのなんかハードコアとかよりはやっぱメロディーが美しかったり、ポール・マッカートニーも大好きだし、キャッチーな、うん、楽曲やアーティストが特に好きだったりするそういうルーツを僕は持っていますが、はい、その辺みんなも分かってくれたでしょうか。まあそれはさておき、今夜は、何をね、温故知新するかというと、そうですね、テーマは四つ打ち。四つ打ち？最近ね、この音楽用語よく耳にする機会が多い。雑誌とかにもよく載っていますが、うん、ただ、もう四つ打ちブームも終わりちゃうかとか、下火なんちゃうかいう人もいます。で、意外と知ってるようで知らないこの四つ打ちというのをテーマに、総合自身展開していきます。まずはね、このアーティストの四つ打ちの楽曲を聴いてもらおうと思います。関西在住西宮で活動を続けるパンク精神なんかを持ったバンド5人組、キュウソネコカミファントムバイブレーション。キュウソネコカミファントムバイブレーション、あの iPhone のね、はい、着信音なんかをモチーフにした一曲ですが、これはあの2013年の10月16日にリリースされている初のミニアルバム We Are Indies Band という、まだインディーズ時代で、今はもうねメジャー行ってるんですよ。インディーズの時の曲なんですね。そうなんですよ。なのでこの曲に収録されているそのタイトルの We Are Indies Band、 今は We Were Indies Band 言ってます。今メジャーなんで、2009年12月にね大学関西学院で結成された、なんか就職活動に失敗したようなメンバーで組んだとかいう話があるんですが、2010年から関西を中心に活動してまだ5年なんですけど、もう今やねフェスとかに欠かせないバンドの一つになりまして、まあもともとキュウソネコカミ楽曲のバリエーションはね、ちょっと中国音階なんかも使ってたりとか、あの いわゆる古くから中国のよく想像するようなメロディーなんかもうまくね、あのモチーフにしたりしていたんですけど、その中でもまた若手四つ打ちロックバンドの代表格としても名前も必ず出てくるようなバンドですが、じゃあ四つ打ちって果たして何なのというふうに思うかもしれませんが、主にダンスミュージックにおいてバスドラム、あのドラムの一番下にあるドン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 、キックとかも言いますかね、足でね、そうですね、あの打つドラムのが等間隔にね打ち鳴らされるリズムのことなんですよ。要はリズムでバスドラを一小節に四分音符4回続くリズム、ドン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 っていう、それがまあスピードはねいろいろありますけど、今のキュウソネコカミはちょっと速いバージョンでしたけども、そういうリズムであることから呼ばれる一つのジャンルになっていますが、ではそんなキュウソネコカミ売れる前から同じ関西ということもあって、ずっと一緒にね対バンなんかもしてて、俺らよりも先にあいつらが売れて、あいつらの方が夏フェス呼ばれてる連携みたいな言ってたら、もう同じようなね、はい、存在になってきて、今やキュウソネコカミも4月からメガシャキの CM タイアップソングなんかも書き下ろしてやってるんでね、うん、ただこの今からお送りするバンドもですね、ジョーホールを成功させて武道館を成功させてと、今本当に勢いあるバンドです。ではお送りしましょう。カナブンないものねだり、カナブンないものねだり、ゆら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 のところがダン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 っていう感じだったよね。はい、先月の3月23日月曜日、はい、大阪城ホールのワンマンライブ行きましたね。行かしてもらってこの曲もやってました、うん、でその時も MC でねチャーハンの曲やるよっていうようなこと言ってましたが、これミュージックビデオでね、あの中華料理屋さんでチャーハン炒めてるシーンなんかも出てくるというのもあって、はい、また当時のマグロくんはなんやろ、おかっぱとかパーマ当ててなくて、うんうん、ジョニー・ラモンみたいなあの髪型してる頃ですけど、はい、ジョニー・ラモン、まあみんなラモンズっていうバンドを検索してくれたら出てくるけど、で、インディーズ時代です、これも。うん、2013年、
4月24日のファーストミニアルバム僕が CD を出したらの1曲目やから初めての全国流通やから彼らも思い入れがある1曲だというふうに思いますが、でも四つ打ちを語るときにこの曲欠かせないんじゃないかっていうぐらいかなぶんの代表曲にもなっています、うん、で俺もライブ見に行ってその週にねヨシミンと一緒に感想なんかも話しましたけど、はい、もうそこをねかなぶんは飛び越えていったなというのを実感できるライブやったな、うん、ほんまにいいライブでしたよね、うん、で、はい、ほんまにこの特集もやるからもう一回聞いたけどセカンドアルバムのタイムがめちゃめちゃええ、うん、もう名曲ぞろいや何回聞いてもほんまにええわ。でそれをまたひょうひょうとしてねいつもの三国ヶ丘ファズとカーレンのちゃうのぐらいの感じでやってるとこが、うん、また彼ららしくていいのよ。で楽屋で挨拶した時もななんかほんと大学生がそのままなんかバンドやってるような感じでねえそんなんでしたっけみたいなあんま緊張しませんでしたわみたいな。めっちゃナチュラルですよね。うん、うん、そうなんですよ。そのカナブンが俺ねまあこんなん言っちゃあれだけども一つのムーブメントブームとして冷静に見てる部分もやっぱディスクジョッキーとしてあるわけですよ。残ってて欲しいけど大阪のバンドやしね、うん、どうなっていくかなこれ一過性のもんになれへんかったらええけどななんて思いながら、少し斜めの見方もするんですがこの曲がリリースされた時にあこいつら本物や絶対もっと違う次元生きよるわというのをガチキンでも言いました。コメントもくれててこの曲リリースの時にねそう思った楽曲をでは聴いてもらいたいと思います、はい、昨年の8月27日またフルドライブと勢いある曲の後にリリースしたからこんなこともできよんねんなかなぶんっていうのをより思った一曲です。かなぶん生きてゆく。かなぶん生きてゆくですがもともと彼らはね、はい、2008年高校の軽音部を中心に結成してそういう話もガチキンでしてくれて、はい、売れない時代は一緒に住んで飯田くんが食べようと思ってた団子かなんかをねマグロくんがこそっと食べたりなんていう話もしてくれましたがそういうところからですね苦労も重ねて大阪城ホール武道館まで行ってもっともっとでかいステージに行くと思うんですけども彼らの転機となったのは2012年の4月に行われたキューンミュージックというレーベル、うん、レコード会社今も所属しているレコード会社の20周年記念オーディションに応募してそこで4000組の中からグランプに選ばれたと。はい、4000組ですよ。そのキューンミュージックを代表するアジアンカンフージェネレーションのフロントアクト、まあ、一緒のステージに立てるということになって、うん、そこでビッグチャンスをつかんでどんどん認知されていろんな人に知られていくことになったと。でそもそもかなぶん高校生の時このアジカンが大好きでコピーもしていた、うん、あ実際にコピーしてたんですね。そんなつながりがあるから余計にですね彼らも運命を感じたというかそこから実際にこうどんどんとね自分たちの音楽をより多くの人に届けれるようになったと。そんなアジアンカンフージェネレーションの一曲これがですね、まあ、12年前2003年の曲なんですけど、うん、ロックバンド日本のロックバンドの四つ打ちの先駆け的な一曲だとも言われております。この音子の高の部分をねかなぶんなんかのルーツを聞いてもらおうと思います。アジアンカンフージェネレーション君という花。アジアンカンフージェネレーション2003年リリースのセカンドシングル君という花アルバムファーストアルバム君つなぎ 5M に収録されていますが、はい、このアジカンに対してね岡山市公認女子民中は私の好きな人がアジカン好きなんですけどよく知らないので、うん、次回解説していただけませんかなんていう風にもくれてました。なるほどね。そういう風にメールくれたお次じゃあやってみようかとかもね、なる場合もあるしぜひ今度もアジカンのルーツなんかもできたら、はい次回以降にもやるかもしれませんいいですね繋がっていってねそういうことなんですけどね。でいわゆるその時代時代で流行り廃りこの音楽シーンにおいてのムーブメントというのは起こるんですよ。でその四つ打ちというのも一つなんですが、はい、これはね同時代性というか期せずして同じようなバンドが出てくるんです、うん、それは才能は群れて出ることが多い。
なぜならこういうアジアンカンフージェネレーションを聴いていた世代が旧祖猫神だったりカナブンだったりで知らず知らずのうちに自分の中にこう影響されていて似たような音になるのが多いんです、はい、ただこう残れるバンドっていうのはねそこをね超越していく。なるほど、インスパイアじゃなくてまた進化してるってことですね、うん、進化してオリジナリティを出せていける。まあ若い世代で言うと本当そのカナブーンやキュウソネコカミゲスの極み乙女とか、キートークとかもそうですけど常にねやっぱ自分たち流というのを模索して音楽で表現していて、それは今までの先輩のミュージシャンバンドたちもそうなんですけど、いろんなムーブメントあるんです。ミクスチャーロックというのが流行った2000年代とかね、メロコアブーム、青春パンクブームとか、うん、近々そのミクスチャーブームなんかもで出てきたあのライズというバンドの、はい、ドラマーでありも俳優でも有名ですが金子信明さんが来週、はい、登場してくれて、その辺の話なんかもじっくり聞くんですけど、あ面白そう。そういうライズとかさっきのアジカンとかドラゴンアッシュ、また明日ライブのあるアシッドマンなんかがこう流行に乗るときは乗るけども、うん、最終的には自分たちの音楽をどう表現するか、いかにブームから出てきてどうブームを抜け出せるか、うん、そこにかかってるんですよ。抜け出せてきたアーティストというのはこの10年20年経っても今もこのシーンをね最前線で活動していってるということで、ただじゃあ俺たち四つ打ちがブームだったら四つ打ちは避けようと思うメンバーもいるし、俺たちだってそんなことできるよなんていうふうに、サックはスティードライというバンドなんかはカタカナトークなんていう四つ打ちの曲をあえて、自分たち四つ打ちバンドじゃないのに、うん、このカタカナトークなんていうのはカナブーンのカナとキートークのトークなんかがかかってて仲いいから、俺たちもこの曲ですけど、はい、うん、ちょっと自分たちの音楽性とは違うねんけど、でちょっと皮肉ってんのよ、シニカル、歌詞がこの程度はお手のものとかだいたい間に合わなそうな感じだしって、今から四つ打ちブームに乗っかっても遅いしねみたいなことを、あえて自虐というか、俺たちもっと違うことやるよというのを表していたり、あと岡本津なんかも若いバンドですけども、すごくみんな四つ打ち好きなんだな、じゃあだったら俺たちはブギーなんかはやってるけど、あえて俺たち流の四つ打ちやってみてやろうじゃねえかっていうのがこのちょいちょいちょいだったりして、すごいもう岡本津流のロックンロールになってるじゃんっていうようなところをできるバンドたちが今後残っていくのかなと、うん、あそれでも本当できたらかっこいいですよね。そうなんですけどね。で岡本図なんかも4月4日公開の映画ジュニオサラバカムロバムロへの主題歌、うん、ゼロマンなんかも今、ね、デジタル配信されてますが、また新しいことにも挑戦してると思うんですけど、そうなんですよ、こう渦中におる人間は、ね、どうするか、ね、早く四つ打ちから抜け出したいのか、どう、ね、生かしていくかっていうのも一つの先の流行に乗るっていうところですけど、新スタッフのガチ兵、ね、井上ガチ兵がですね、はい、ガチ兵 D がですねなんか書いてんですけど、総工さんも我が道を貫くのは見事で大事でも時代の流行に乗っかるのも一つかも、あらだから、ね、俺は流行に踊らされたくないんだいや踊ってみてからの自分の行く道を突き進んだらまたよりかっこよくなるんちゃいます？ほう、自らじゃあ踊ってみるというのも必要だと、うん、だいたい流行してを読み取れる能力があんまない、うん、なのでもう自分流を、でもまあなんかそういうのにも敏感になっていかな、アンテナ張っていかなかなというのは常に思っております、うんうんうん、まあね本当いろんなジャンルの音楽を俺もね幅広く聞いたり、はい、最新のファッションはちょっとファッション聞いてください。ファッションよしみんに聞いて、聞いてね、チャレンジしてみたい。抜き打ちチェックするから。その上で自分のジャンルを確立できるとより良いのではないだろうかってガチ兵が言ってます。そうですか。まあまあいろいろこうやってね、音楽だけではなくそういういろんな古いことから自分も新しいものも吸収していこうと思っておりますが、みんなもさっきのメールのように、こんなアーティストのルーツも探ってくださいとか、こういうジャンルの詳しいことを教えてくださいというのもあったら送ってみてください、はい、以上今週の総合知心のコーナーでした。 1008ABC ラジオ、 ABC ラジオガチキン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 1008
ガチキン、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 1008 ABC ラジオ、ガチキン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 。先ほど走行地震で紹介した2組なんかが出るイベントが6月21日日曜日、はい、大阪城音楽堂であります。キュウソネコカミカナブン、そしてドラマチックアラスカとか出るんで、うん、この辺のバチバチしそうな、あのお互いライバル視じゃないけども、そういう同じジャンルというね、今俺が言った四つ打ちなんかのから出てきてるバンドをイベントなんかで見るのも楽しいと思います。現在ですね、チケットプレイリクエスト選考なんか行ってますよ。さあということで、この時間はガチコール、ガチコール行っちゃいます。行っちゃおうかね。3回目の今日はね、あのちゃんとガチナンバー保持者があの責任を果たしているのか聞いているのかどうなのか攻めますね。電話でね、はい、試してみましょうというような企画をくれていたので、いいと思う、やっちゃいましょう。実際に俺がですね、はい、スタジオから電話します。携帯よかった、ちょっと ほっとしてますよ顔が。やっぱ12時半にもなりますから家電話ちょっと ね、 確かにね、怖いなというところありますが、初回お父様がね、寝てないかな、寝落ち禁止。最後押します。どうだろう、5コールぐらいにしとこうか。うん、寝落ちしてる。兵庫県加古川市、もしもし。もしもし、こちら 1008 ABC ラジオガチキン、はい、そちらはガチネームなんちゃん。なんちゃん、こんばんは。こんばんは。すぐ出てくれて、起きててくれてんな。はい、ガチコールしてんで。はい、なんちゃんはガチナンバーは244番持ってるな。確かなんか絵描いてるとかそういうメッセージくれてたんちゃうかったっけな。そういうなんかで認定したような気もしますが、なんちゃんどこに住んでいる、何歳の何年生やったっけ。加古川市に住んでる14歳の中3です。14歳の中3、はい、でメッセージによると、友達と一緒のクラスになれて絶好調なんか。はい。おう、どんな感じで絶好調やねん。なんかもうずっと不安が消えて。おう、一番仲良いような子たちと一緒やったんか。はい。やっぱりそのクラス替えって不安か。めっちゃ不安です。うん、うん、そうなんやな。でもドキドキとかもあるんちゃう。うん、はい。ね、新しい友達できるかなとかな、うん、なんちゃんクラブやってたっけ。クラブはやってないです。あ、クラブやってないけど、その仲のいい友達ってガチキン知ってくれてんのか。一応言ったんですけど、ラジオ聞けへんって言われて。そうなのか。まあ、あのラジオがなかったら、もしスマホとかパソコンがあればね、ラジコっていうのでも聞けんねんけども、はい、私昨日出てんで言うて、もう一回またあの広めといてくれへん。はい、な、それがガチナンバー保持者の。で、ガチナンバーを自慢とかしてくれてんな。はい。な、大臣持ってくれてるか。はい。うん、ちょっと間空いたけど。ある。あります。ちゃんとあるねんな。そうか、そうか。はい、また会うたらそれも見せてほしいけど。なんちゃん。はい。このガチキン第3期突入したけど。はい。先週も聞いてくれた。はい。どうやった。いや、面白かったです。おー、嬉しい。特にどういうコーナーとか。コーナーあんまないけど。え？音楽好きなんで、結構前半のとこが特に。あ、前半のチャートも。トップ10チャートも。はい。ね、あのガチキンオリジナルのチャートやし。そしてこの漏れてるのでは、走行地震も。はい。結構、ルーツが知れて。嬉しいです。嬉しいと。誰のルーツを知れて今日は嬉しかったん。かなぶんとか、ケイソネコカミとか。そうか。そうやね。なので、アジカンとか知ってたか。知らなかったか。アジアンカンフージェネレーションとかもね、聞いてみるといいから、はい、あ、こういうバンドがに影響されて今のカナブンがあるんだなんていうことで、よりね、あの広がるんで音楽が、うん、うん、ぜひぜひこれからも走行地震のコーナーも楽しみしといてや。はい、なんちゃんは、はい、ライブとか行ったことあるのか。ライブはあのキスマイフット2のやつ、去年。お、どこでやったん。京セラドームの。ドームライブはあるということやな。まあ、まだ中学生やから受験か、今年。はい。そうか、受験をね、あの、一年ちょっと、必死にやって、また高校生になったらライブハウスとかもね、ロック好きやったら行ったらええと思うわ。うん、俺がこのライブ行け、あのライブ行けって、このガチキンで言うから、いろいろ。はい、な、チェックしてもらって。チェックして行けるやつ行ってほしいですが、では、なんちゃん、何のグッズ持ってんねん。トートバッグと、シャーペン。おう、二つ持ってんねんな。
では電話出てくれたから欲しいもんあげよう。何がいい？タオル欲しいです。タオル。オリオリオリオタオル。タオル。どんなんやと思ってる？なんか。うん。折れるタオル。折れるタオル、そう。折れないタオルも、なんか鉄でできてるタオルもな、汗拭きにくいけど。そうなの、折る楽しさがね、俺はあると。あの、俺がちょっとラフにデザインしたやつをデザイナーさんに、あ、ヨシミンが今折ってね。ある部分を見せてくれてますが、ジャンプしてる感じですけども、ぜひこれもらって、あ、どういう、そういうことだったんだっていうのをね、実際に自分の目で見てね、楽しんでほしいと思います。では、はい、なんちゃん、オリオリオリオタオル送るんで楽しみ待っといてな。はい。これからもメッセージとか送ってきてな。はい。うん、ありがとうな。ありがとうございます。1時まで寝落ち禁止やぞ。はい。はい、よろしく。よろしくお願いします。ありがとう。ありがとう。はい。ありがとうございました。よかった。いや、来てくれて。ちゃんとワンコールで出てくれましたけども。早かったですもんね。はい。タオル希望通り送ります。はい、まだ、ね、募集するか。うん。12時半を超えましたけども。はい。今起きてるんで。はい。今からだって送ってきたら、あ、起きてんねんなって思うしね。逆にそうですね。うん。で、なんか、ぜひガチキンでこれやってください、あれやってくださいみたいなんでもいいし、最近あったこと聞いてくださいとか、友達に伝えたいとか、うん、まあ何でもいいので、電話番号とともにメッセージも送ってみてください。はい、メールは soko@abc1008.com、soko@abc1008.com、はい、ファックスは0664511-1000、0664511-1000番です。山形の高校のこの友達来てないかな？さすがに来てないか、親戚とかそういう山形県立鶴岡北高たった一人の男子を知っていたら、もしそんな情報も待ってます。曲それではですね、お送りしようと思いますが、なんちゃんに勧めるの忘れてた。なんちゃんロックが好きということでね、ガチプッシュをここでね、うん、一曲お送りしようと思うんですが、まあ今も聞いてくれてるでしょう、はい、俺が今カナブーンとかキューソネコカミもそうやけど、うん、日本語の歌詞で、歌う、メロディックなパンクバンドとして注目しているのがワニマなんですけど、はい、ワニマ一回ガチキンにも来て、はい、生ゲストで、ね、くださって来てくれたんですけど、この日本語でって言ったのは所属しているレーベルがピザオブデスレコーズって言って、うん、ハイスタンダードインディーズで100万枚を超すセールス、ね、すごいですね、記録してるバンドの、はい、ケン横山さんがやってるレーベルで、ケンさんもずっと英語詞で歌ってて、英語で歌うバンドが多く所属してる、そんなレーベルなんですけど、うん、そこでこのワニマが所属して、さらにマネージメントもそのピザオブデスレコーズが引き受けたということは、すごくやっぱり実力があるという証だと思ってたら、やっぱ音源聞いたらめちゃめちゃかっこええし、ライブをまだ見たことないんですが、うん、明日行かしてもらいます。いやー、ちょっと感想もまた楽しみですけど、はい、ちょっと狭いところでね、もうもちろん売り切れになってるんですけど、はい、これからどんどん広いところに出ていくバンドやと思うんで、みんなにも見てもらえるね、機会も増えてくると思うんで、まずは知らないこう楽曲を聞いてもらいましょう。一曲お送りします。ワニマビッグアップ Cannot Be Harbed からの一曲ビッグアップ。他にもね、うん、おじいちゃんの、ふるさとのおじいちゃんの、亡くなったおじいちゃんのことを歌ってたりする一曲とかね、そういうのもあってね、胸に刺さる楽曲が詰まってるんで、ぜひよかったらみんなもね、手にしてほしいなと思います。はい。明日ライブ、俺は、ちょっとね、じっくり見させてもらいますが、うん、変わってはね、岐阜市の15歳男子、梅尾はガチナンバー248、起きてるか？番組リニューアルおめでとうございます。ガチキン、いい意味でかなり変わりましたね、と。変化を恐れない番組なんだよ。な、うん、ロールしていくんだよ。そうだよ。ここからはガチキン聞いていろん、あ、これからはガチキン聞いていろんな音楽を聞きたいと思ってます。そうなの。そして音楽に特化する部分もあるし、ちょっと笑いの要素なんかも時々ね、うん、突発的にいろんなこともやりたいなっていうのも考えています。で、洋楽とかもね、かけてもらえると嬉しいですというふうに。洋楽いいですよね。触れてるんですよ。うん、俺ももともと洋楽が好きでっていうとこも話したけど、はい、いろいろね、聞いてほしいバンドがいっぱいおるんですが、ガチプッシュは結構1ヶ月かけたりとか、うん、同じアーティストの違う曲を聴いてもらったりもできるっていうことで、今までなかったんで、やっぱ俺、ティム・タイム・ボムに、
俺が一番欠けてるってあのパンクスプリングで言った手前叫んでたからね、叫んだ手前ですね、嘘はつけないので、はい、あのやっぱここは押させてください。そのティム・タイム・ボムっていう人はランシドの、ギターボーカルでレーベルもやってるんですけど、あのそのティム・タイム・ボムがプロデュースを手掛けている大型新人、アメリカ西海岸から出てきまして、昨年あの夏日本版なんかも、あ、じゃあ昨年の夏ですね、輸入版がリリースで、今年1月21日に、日本版が出ました。ジンタラプターズ、先週はちょっとなんで半笑いねずっと。いやもうあの一生懸命、はあ、インタラプターズインタラプターズってめっちゃ最前ブロックの 2、3列目ぐらいでもうギュウギュウのもうすし詰め状態になりながらだってジインタラプターズのメンバーを連れてティム・タイウォンが出てきてんで、ほんでこの CD を持って出てきてんで、いやだってそれ想像したらおかしい、俺が一番欠けてるって熱い熱いなのでちょっと今日も違う曲、先週はスカというリズムの楽曲なんかをお送りしましたが、これはもうあの1曲目です、はい、やっぱね、ファーストアルバムの1曲目ってどのアーティストも結構悩むっていうか、うん、これでガッツリ、うん、力入れてるからね。だってそれで主張とかしてね、ズキュンやられる人も多いわけですからね、そういうことも考えてるんじゃないかと思うんで、1曲目お送りしましょう。ジインタラプターズ、テイクバックザパワー。ジインタラプターズ、もう捨て曲ないんですよ。いや、ほんといい声してる。ね、うん、女性ですよ。そう。で、そのティム・タイム・ボムがフィーチャリングで入ってるファミリーっていう曲もあんねんけど、来週プッシュしようかな。ジインタラプターズ、今日は1曲目のテイクバックザパワーでした。先ほどの水戸夏目ちゃんはキャリーちゃんとね、はい、同じ事務所というか遊びシステムというとこなんですけど、うん、俺キャリーちゃんツイッターフォローしてんねんけど、うん、キャリーちゃんがなんか教習所に帰ってるところを週刊誌にスクープされたんだけど、頑張ってるんだからほっといてよねっていうツイートしてて、写真見たら、うん、キャリーパムパム仮面の筆記試験で落ちちゃったって書いてあってんけど、え、もうほっといたりいいや、ほっといてあげて、なあ、その忙しいねんから、めちゃめちゃね、筆記試験勉強する時間もなかったんじゃないですか。うん。なっかん、俺の親友のね、うん、なっかんなんて原付きで 2、3 回落ちてるからいやいやいや、それ言ってあげたらかわいそうですよ。原付きで備え落ちるっていうような高校時代の思い出もありましたけど、まあ、いい思い出ですよね。それはさておきですよ、はい、さあこの1時10分前にね、最後のガチコール電話行こうかなと思うんですけど、今日攻めてますよ、だいぶみんながね、やっぱ電話してきてほしいというのを送ってきてくれてるんで、嬉しいですね。ただ家電ですた、今日は1時まで行けます、気にせずにおかけくださいほんまやろうな、俺は信じてるぞ。いや、信じましょう。その言葉さ、断るごとにガチヘイ D がさ、パンクスですよね、パンクスですよねって俺は煽ってくんねんけど、パンクの意味履き違えてるあの、そういうなんかあの無茶なことばっかりするのが別にパンクじゃないんですよ。うん。守るべきことは守りますけどね。まあ、信念に沿ってね。はい。では行きますか。俺はね、あの、お前のこと信じてるからな、ほんま。行くで、家電。もう第一期から聞いてくれてるね。いやガチガチ団もですね、カミング神戸なんかも一緒に行ったことのある。じゃあもう絶対大丈夫ですよ。ほんまやろうな。うん、ただ寝落ちさえしていなければ。押します、最後。そこは大丈夫か。一回、うわ、怖っ。おいおいおい。おい、おい、お前、起きてる。はい。あ、大変夜分遅くに申し訳ございません。いや、大丈夫ですよ。大丈夫か、おい。ガチネームは？あ、オリファント。オリファント。よかった。やっぱ俺、あの、お前を信じててよかったわ。いや、結構長かった。長かった。でも、はい、あの、1時まで行けましてくれてたやん。あ、まあ、一応、帰ってきました。おう、聞いててくれたか？はい。わざとちょっと2、3回開けたんちゃうか？いや、それはない。それはない？はい。ああ、よかった、よかった。オリファントはどこに住んでいる？何歳、何年生やったか？明石に住んでる高1です。高1になってんな。うん。高校合格者おめでとう。おめでとう。ありがとうございます。どうや、高校生活、いつから始まった？うん。一昨日ぐらいから。あ、一昨日ぐらいに入学式やったんか。はい。そうか。で、あの一緒の中学から行ってる子とかおんの？まあところどころなんですけど、あんまいない。あんまいない。はい。で、あの入学式、始業式とかで仲良くなりそうな子おったか？あ、まあ
ちょっとずつ仲良くなった人は、うん、まあできましたね。お、うん、そうか、よかったな。共学？あ、共学。共学か。それもちょっといろいろ楽しい高校生活送れるんちゃうかなって。オリファント男前なんですよ。うん、いや全然。いやいや。だってヨシミも会ったことあるよね。はい、あります。ガチガチ団で来てくれてるしな。うん、うん、オリファント最初のカミング神戸行ったガチガチ団の時何年生やったっけ？あれ中1ぐらいやった。中1ぐらいやったな。はい、うん、そこからもう高1ということで、もうものすごくガチキンを好きで聞いてくれてるわけやけど、率直にこう先週から変わった第3期のガチキンどうかね？いや、まあなんか、うん、ようわからん感じようわからん感じ、うん、はい、そうやな。あのどの辺がよくわからん？なんか、うん、あんまり音楽詳しくないんで、おう、まあちょっとずつ取り入れていこうかな。うん、でもさ、あのやっぱオリックスファン同士ということでガガガスペシャルなんかもね。あ、まあそれはめっちゃあれですけど、うん、あとはあんまりよくわからない。おう、じゃあ、 あのまたいろんな音楽も知ってもらって、そしてやっぱ笑いの要素的なコーナーもあった方がいいのかね？そうですね、うん、まあ、あった方が個人的にはやりやすい、うん、やりやすい投稿もな、あの、はい、妄想とかも結構送ってくれてたからな。そうですね、なんかまた新たな面白いものもできてね、提供できたらというふうに思うんやけど、オリファント高校なってクラブとかどうすんの？あ、空手か、お、まあ卓球します。お、空手か卓球ってまたあの結構幅が広いけど、うん、お、それは何、仮入部とかしてみてからか？いや、まあそうです、友達と一緒に入るんで。ほう。はい。まあ、どっちにもいるんで。あ、どっちにもおるんか。はい。そうか。空手はずっとやってたんか。あ、そうです。空手はやってて、ほう。卓球はまあ、友達がいっぱい入るから、ほう。まあ、入ろうかな、みたいな。新たなことにチャレンジしてみようかな、と。うん。いうようなとこやねんな。そうか。で、あの、グッズをコンプリートしたいというふうに。あ、そうなんです。お、今は何が、何を持ってるの？ほぼ持ってる。タオル以外でも。タオル以外持って、そうか。ということは、あの、レインボーガチバトルに出れてなかったんな。はい。あの、受験やったしな。うん。うん。それもあって、じゃあこのオリオリオリオタオルを使って、卓球部あるいは空手部の汗をね、拭ってもらおうかなと。はい。いうふうに思うので、では、オリファントに、オリオリオリオタオルプレゼント！オリオリオリオ！ここ最後は来るかなって俺も思ってた。来たね。あ、通じてよかった。ったそうかそうか。ね、ぜひ届くの楽しみに。これでコンプリート。はい。またさ、新たなグッズなんかもね、増やしていけたらと思うから、高校生活もガチキンと共によろしく頼むぞ。はい、わかりました。な、こうやってエンディングで喋ることなかったな。そうですね。お、なのでもうこのまま最後までずっとオリファントと喋りながら終わっていくわ。新しく。だって、スタートはあの、ね、うん、メニュー紹介も、あの、購買部部長とやったんで。そうそう。そうなんですよ。もうそろそろエンディングテーマが流れてくると思うんで、うん、一緒にね、一緒にね、うん、乗りながらやっていきたいと思いますが、はい、タオルもゲットしましたが、はい、まあ今日のガチキンはですね、こうやってあの、電話をつなぐコーナーをね、うん、やってほしいということで、あの、やってみましたけど、今までも何回かやってるよな、オリファント。あ、まあ、そうですね。結構やってますね。ね。で、オリファントもガチナンバー何番やったか？ 80何番。忘れてんのか？忘れます。で、あの、だいぶ広めてくれてるよな。まあ、ちょっとずつです。87番や。あ、そうです。うん。またあの、高校でもさ、こういうラジオあるから聞いてみんひんみたいなことで、広めてや。はい。うん、頼むで。はい。来週のゲスト、さっき言ったけど聞いてた？いや、ちょっと聞いてない。金子信明さん知ってる？はい、クローズとかにも出てる。ちょっとわからない。ちょっとわからない。はい、ね、もう役者もやってあるけど、ライズっていうバンドのドラムやってはる人で、CM なんかも出てるめちゃめちゃかっこいい人。わかりました。うん、この人にじっくり話をね伺ってるんで、またロックの話なんかが出てくるんで、はい、ぜひ来週も聞いてください。はい。はい。で、ですね。みんなね、いろんなコーナーもやってほしいとか、こういうことを特集してほしいとかいうメッセージもくれてるけれども、あの、お便りのアドレスはオリファントどこやったっけ？投稿アットマーク ABC なんや、なんや
1008.com や。あ、はいはい。じゃあ、あの SOCO パターンで言っとこうか。はい、SOCO アットマーク ABC1008.com。 さすが。ファックスも覚えてんじゃん。06-6451-100 で。さすがやん。すごい。バッチリよ。はい、もうあのガチリスの鏡よ。そんなことない。ファックスは06-6451-1000番ということになっております。はい、ね、こうやってねいろいろ最後の最後まで一緒につなぎながら終わっていくというのも新しいのかな。なんかいいですよね、うん、こう会話しながら終わるっていう、うんうん、ね、あのガチリスのね、はい、あのオリファンと高校でなんかやってみたいこととか楽しみにしてることある？まあ、文化祭。あ、文化祭いつあんの？6月ぐらい。あ、そんな早いんか。早い。あ、そうか。え、どういうことすんの？なんか CM のなんかやるらしい。お、もうそんなん始業式から3日で決まってんのか。はい、なんか先生がもう勝手に決めてます。あ、そうなんやな、はい、それもどうなるのかメッセージも送ってな、はい、さあ、この後夜はおとともですけども、お相手はオリファント知ってるよな？安井さんか。いや、そうや、もう安井豊さんや。さすがやな、ね、こう寝落ち仕掛けながら聞いてくれてるんかもしれんけども、また、はい、あの夜はおとともも聞いてください。あ、わかりました。じゃあオリファントを含めガチレスのみんな、来週もねラジオの前、またラジコの前に集合して午後10時から金曜の夜つながって楽しもうということで、最後の最後一緒にバイバイのところも頼むぜオリファント。よろしくな、はい、そしてこれからのガチキーも高校生活もよろしく頼むよ。はい、 SOCO 総高と吉見こと山崎吉見でした、とオリファントでした。さよなら。バイバイ。